こんにちは、宮沢優衣です。今日はですね、6月授業開始前にこれできてる学級 OK です、こんなテーマでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。気づけば学級を開いてからあっという間に2ヶ月も経ってしまいました。皆さん学級経営は順調でしょうか？ちょっと苦しい毎日をお過ごしでしょうか？いろいろだと思いますけれども、この6月学級経営のバロメーターの一つとして僕自身考えていたことがあったんですね。今日それ紹介していきたいと思います。この動画最後までご視聴いただければ、6月の今学級経営が順調なのかどうなのかっていうバロメーターの一つが具体的にわかりますし、これがうまくいってなかったとしても、これがうまくいく方法も具体的に紹介していきたいと思いますので、きっと学級の秩序が整い、そして6月7月進んでいくことができるようになると思いますので、よければ最後までご視聴ください。よろしくお願いします。宮沢優衣教育研究所。さあ早速いきましょう。結論からお伝えしていきたいと思います。結論はですね、6月授業開始前にこれできている学級 OK、 それは何かというと、授業の定刻開始でございます。定刻開始、授業が時間通りにぴったりに始まっているこの学級、6月時点でバッチリ OK です。もうその声を大にして言いたいんですけれども、時間を守るっていうことは結構難しいんですね。いや、大人からしたらそうでもないんですけれども、子供ってあんまり時間感覚がなくって、そもそも時計あんまり見なかったりするんですよね。そんな子供たちが時間を守ることができるような状況に、学級開きから2ヶ月経った今できているのであれば、これ学級経営相当順調って言ってもいいんじゃないのかなっていうふうに思ったりしています。今からこれについて少しお話をしていきましょう。まずその、定刻開始を始めるためにうまくいくその指導方法を紹介する前にですね、この定刻開始ができなくなってくるとどういう状況に陥っていくのかっていうのを簡単に紹介していきたいと思うんですけれども、まず一番簡単なのは学力低下ですよね。で、例えば授業時間が45分あったとしましょう。授業開始が1分、2分、3分で遅れていくことによって学習時間が削られていきますよね。まあ、例えば1コマ2、3分遅れるぐらいだったら、授業開始が遅れるぐらいだったらそんなに影響はないと思うんですけれども、これが1日6時間あったり、1週間でまあ計30コマあったり、年間通したら1000コマぐらい授業あるわけですよね。これがじゃあ小学校6年間で言ったら6000コマ、義務教育9年間で言ったら9000コマ、1万コマってなるわけじゃないですか。たった1分の遅れが1万分の学習時間の削られっていうふうに考えたら、これでかいですよね。もうでかいどころの騒ぎじゃないですよね。なので、きちんと子どもたちの学力を保障していくっていう意味においても、授業の定刻開始はもう絶対本当に大事なんですね、これは。で、また学力低下以外にももう一個大きな影響があって、秩序ですね。学級の秩序が乱れていく可能性の一つになります。要するに、これ授業を定刻開始するということは、学級の決まりを守るということはもちろんなんだけれども、そもそも授業の定刻開始を守るっていうのは、これ学級のルールじゃないですよね。もう学校全体のルールですよね。カリキュラム、教育課程としてこう位置づいているものですよね。それを平気で破る、すなわちルールを破ってもいいんですよね。僕たち平然とルール破ってます。だって担任の先生だって別に1分2分ぐらいの遅れだったら全然気にしてなさそうな感じだし、先生もあんまりそこまで気にしてない。1、2分だったらルールって破っていいんだよね、ルールってちょっとだったら破ってもいいものなんだよねっていうのを暗にこう教えていることになってくるんですよね。そうじゃないですよね。たくさんの陰口がダメで、ちょっとの陰口はいいんだよって、そういうことじゃないですよね。なので、この秩序の乱れっていうところにつながっていってしまうということなんですね。じゃあ具体的にどのように授業の定刻開始を実現していけばいいのかなっていうお話を今からね、具体的にしていきたいと思いますけれども、あくまで宮沢の例なので、参考にできるところがあれば参考にしていただきたいと思いますし、今むしろ自分の目の前のクラス、子どもたちが授業の定刻開始ができているんだったら、宮沢式に変えていく必要なんか全くありませんからね。今のままでいいんですよ。もし参考になる部分があればですね、良ければ取り入れてみてください。ステップは全部で3つ、こちらです。1つ目がね、タイマーをセット。タイマーを使う。2つ目が黒板を消す。で、3つ目が授業、黒板の字を消す。で、3つ目が授業の挨拶をしていくっていうことですね。1つ目のタイマーセットっていうのは、前の授業が終わってありがとうございましたって挨拶をした瞬間に、次の授業、まあ、5分後ぐらいですかね、ピッ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 とタイマーセットして5分測って、次の授業の開始までを可視化してあげるっていうことですね。電子黒板とかスクリーンとかあると思いますんで、そこでタイマー使ってやるっていうことですね。セットするっていうことです。ポイントは、
教師担任がセットしないということ、子どもがセットするということです。子どもがセットするからあと時間1分しかないよとかって声がかかるわけですよ。これ担任がやっちゃうと子どもたち全部他人事になっちゃうんで声がかからないんですよね。僕の場合は日直にやらせるようにしていました。その日の日直がタイマーを動かして、でセットして動かしていくっていうことですね。一つ目はタイマーセットで、二つ目は黒板の字を消すっていうことです。これは前回の前時の前時っていうか、その前の授業の字が残ってる場合があったりするじゃないですか。これもちろん教師が消してもいいんだけれども、子どもも積極的に消していくと。で、僕はこれも日直にやらせていました。ただ日直がタイマーやったりとか黒板やったりとか忙しいじゃないですか。場合によってはトイレに行きたいとかなんかあったりするかもしれないんで、基本は日直なんだけれども、日直が忙しそうだったら一緒にお手伝いするよって言ってお手伝いするのも全然 OK。 日直しかやっちゃいけないんじゃなくて、基本ラインとしては日直がやるんだけれども、まあみんなでやっていこうねっていうような意識っていうことですね。タイマーセット、黒板の字を消す、これでもうバッチリ揃ってますね。でタイマーがピー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 と走行しているうちになります。そこで授業の挨拶を始めていく、皆さん座ってください、席についてくださいっていうのを日直が声をかけていくっていうことですね。だからタイマーが鳴ってチャイムがキンコンカンコンって鳴る頃にはもう黒板も美しい、自分たちの学習の状況も整って全員が席についている。なぜならピー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 って音が鳴ってるし、もっとタイマーを動かした日直も気になってるので、ちょっと座ってねなんていう声かけが生まれてきているのでっていうことです。でこれ注目すべきは教師が関わっていないっていうことなんです。タイマーセット子どもがやってます、黒板の字を消すの子どもがやっています、そして授業の挨拶子どもから声をかけて子どもたちで行っています。まあ、授業の挨拶学級によってするしないは分かれていいと思うんだけれども、そこは問題じゃなくて、今問題にしたいのは、今注目したいのはこれ教師が動いてないっていうことなんですね。これすなわち何が言いたいかっていうと、教師が出張でいなかったとしても、体調不良でお休みしたとしてもですね、子どもたちだけで動いていくシステムとして機能しているっていうことになるんですね。だから気をつけなきゃいけない注意点を1個だけ言うとですね、授業の定刻開始ができているように見えても、教師が急ぎなさい早くしなさい始めますよって言って授業の定刻開始ができているんだったら、これ授業の定刻開始はできているかもしれないけれども、授業の定刻開始ができるような子どもには育っていないんですよね。ここはちょっと違う、大きく違うところなんだと思います。教師がいてもいなくても子どもたちだけで実現できるような子どもたちの心を耕していく、あるいはシステムを構築していく。早いのはシステム構築が早いです。だから学級の秩序を早急に安定させたい場合は、もちろん子どもの心を1年間かけて耕していくことも大事なんだけれども、まずはシステムでガチッと組んでしまうと学級が荒れるとか崩壊するとか、それ最悪の状況を防ぐことができるので、このシステム構築っていうのはめちゃくちゃおすすめです。そしてベテランの先生、中堅の先生、お若い先生、どの先生がやっても再現性があるので、すごく公教育に僕は向いてると思うんですね。で最後もう一個ごめんなさい、これだけお話して今日終わりたいと思うんですけれども、今のシーズンでちょっと運動会が迫ってますよね。もう早いところは運動会終わってるっていうところもあるかもしれませんけれども、運動会っていうのはやっぱりね、ややこしくてですね、運動会の練習って結構体育館とか校庭に出てやるじゃないですか。で、教師も結構熱が入っちゃったりして、運動会の練習が長引くっていうことがあるんですね。これ良くないんですよ。もちろん運動会の練習が長引くそのこと自体も良くないんですけれども、その後の授業の時間が遅れるじゃないですか。学級開いてまだ1ヶ月2ヶ月なんです。学級の学習基盤整えたいこの春先にですね、時間を守らない状況を学級だけではなく学年全体で足並み揃えてルールを破りますよっていう状況を作ってしまうと、これ非常に良くないんですね。 なので今これご視聴いただいている運動会の表現運動とかの指導のメインの指導の方が見ておられるんだったら、運動会の練習の時間はきちんと定刻までに終わる、なんだったら校庭から教室までの移動の時間もちょっと考えてあげて、気持ち1分2分早く終わらせてあげると次の授業の開始がやりやすくなる。例外を認めない。いつだってどこだって、前がどんな授業をしてたって、運動会が迫ってたって、粛々と定刻開始を守っていくんだ。例外なんかないんだ。いつだって誰がいたっていなくなってそういうふうにやっていくんだっていう、せめて教師はそういう鉄の掟を自分自身に課しておかないと、子どもたちそこまで強い意志持つこと難しいですからね。せめて教師だけはそういう強い気持ちを持つようにしておきましょう。いかがだったでしょうか。今日はですね、6月授業開始前にこれできている学級 OK です、このテーマでお話しさせていただきましたけれども、まあ一言で言ったら授業の定刻開始を改めて意識してやっていきましょうということでした。勘違いしないでください。6月のこの段階で
で授業の定刻開始ができていないと学級経営としては悪いんだ、悪い学級なんだと言ったら、そうじゃありません、そうじゃありません、むしろこれからもいっぱいチャンスあります。ただ遅くともこの1学期夏休みに入るまでぐらいには授業の定刻開始が1時間目から6時間目まであったらですね、まあ、基本的にはどの授業も定刻開始ができるようになっていくっていう授業、学期を作るようにしていきましょう。まだあと1ヶ月、1ヶ月半ありますから全然 OK です。今からやっていきましょう。今日の動画が面白かったよ、なんか役に立ったなっていうふうに思う箇所が1個でもあったらですね、よければいいねとかコメントしていただけたらとっても嬉しいです。よろしくお願いします。こんな感じで学級経営に関する動画1日1本配信しておりますので、お見逃しのないようにぜひチャンネル登録もポチッとよろしくお願いします。また皆さんと同じ職場で働いておられるお若い先生がおられたらですね、ぜひこの動画をシェアしていただけるとすごく嬉しいし、あるいは今運動会で必死でメインで指導しているあの隣のクラスのあの先生がおられたらですね、この動画をシェアしていただけると運動会の練習がスパッと終わって気持ちよく終わるかもしれませんので、よければあのしれっとね、あのそーっとそーっと共有していただけると嬉しいです。それでは今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんの学級経営心から応援しております。また明日次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。